はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は日曜日なんですけども、今週のね、相場解説振り返りをしていこうかと思います。まあ今週といっても主に金曜日だけのことなんですけども、金曜日の午前中にですね、まあ黒田総裁が会議をしてですね、資金投入を市場にするよってことを話しました。まあその時に日経平均に影響を及ぼしたりとかね、でその後で、アメリカのトランプ大統領も5兆2000億円ぐらいの資金供給を市場にするよってことで、ダウのね平均株価がぐっと上がったっていうところもありますね。まあそこでですね、やっぱり市場に資金が流れると、ドルが売られたり円が買われたりとかね、そういうところにもダイレクトに、関わってくるんですよ。まあそれがねここに現れてるよってことなんですよね。見てください、金曜日1日だけでこの大きな陽線ができてるんですよ。これが何を意味するかって言ったら、どこで入っても利確できるんですよね。一日中ですよ。一日中。だから、ボーナスタイム、ボーナスタイムってことなんですよ。去年の1月3日も、ボーナスタイムみたいなことがあって、私がね、一発で400万以上利益を上げた日っていうのが1月3日だったんですけども、まあ、それと同じような現象が、ここでも起きているってことなんですよね。まあ、今回は予告付きと言いますかね、黒田総裁がこれから会議するよって言った時にもうピンとこないといけないですよね。現在の世界中を取り巻く環境の対策のためにどんどん、日経平均が落ちてるから、それを日銀が買い支えするってことでね、買いオペを入れたわけなんですよ。まあその結果がどうこうはあるんですけども、判断が正しかったことかいろいろな意見がありますけども、私たち投資家としては、5000億円みんなで分けてくださいっていうふうに日銀が言ってるってことなんですよ。まあだからそっからね、まあ数十万でも数百万でももらっておいた方がいいと思うんですよね。まあそう考えると、市場介入って言っても結局こういうふうなね、したたかな投資家さんに配るようなことなんで、何の意味があるんだろうと思っちゃうんですけど、そこは置いといてね、金曜日にはこうやって利確のタイミングがいっぱいあったってことなんですよ。まあですんで FX をやってる方は金曜日はですね、仮病を使ってでもこのチャートに張り付いておかないとダメな日なんですよ。こんなことはもうね、多分二度とないと思うんですよ。で、見てくださいよ。ちょっと戻しますけども、この幅で利益が取れてるわけですよ。この幅でね。この幅で利益が取れてる時って、他にないんですよ。本当に貴重な機会だってことがわかります。この幅ですよ。ね。だからすごい年月をかけていかないと、この幅が一気に来るってことはないんですよ。珍しいんですよね、この幅で来るときってのは。じゃあ4時間の方行ってみましょうか。はい、4時間のとき、これですね。このぐーっと起きてるこれです。だからどこで買いに入っても利確できたわけですよ。それこそいつも行かないようなロット、ね、5ロットとか10ロットとか行っても全然構わないんですよ。多分5ロットで30万近くの利益があったと思いますしね。まあどこから入るかによりますけども。うん、まあ1ロットでも10万ぐらいは、まあタイミングによっては入れるんじゃないですかね。いや、こんな分かりやすい一方通行ないわけですよ。うん、ただまあ移動平均線とかついてこれないんで、ちょっと移動平均線は見ない方がいいかなと思いますけどね。大事なのは、儲けられなかったけどどう考えていけばいいのかってことなんですよね。さあどうですか？このトンネルみたいな話したのが、もう本当にね、いつのことだったかなってことですよね。テクニカルとは本当あんまり関係なく、このスラストは起きてますからね。だからどこで入ってもいいんですよ。どこで入っても。で、108円ぐらいで私は利確したんですけども、今108円をちょっと割っているところ、もうもしくは前後ですよね。セルで107円。バイで108円という、その狭間のところですよね。多分ね、週が明けた時って、こっちの方に向かうんだと思うんですよ。最初は。ね、ちょっと落ち着いて、こっちの方を見てください。この辺ですからね。だからここまでは、多分、一旦落ち着くんだろうなと思います。その後、横ばいでをしばらく続けるのか、反発してまた、高値繰り上げ作るのかわかりませんけどもね。まあ、振り返りながら、週が明けてから、どういうふうに動いていくだろうかってことをね、考えていくっていうことに日曜日を使っています。実際日曜日なんでエントリーすることができないんで、たびたびチャートを上げることはないですけどね。
まあ今日もね、こんな感じで、相場がなくても相場のことをやっているっていう、そんな一日でございます。現在5時31分。もうすぐ資源回収が始まりますんで、段ボール持って、廃品回収の方行ってきます。それでは、失礼します。